泉ピンコ橋田壽賀子の遺骨を海には嘘だった。泉ピン子さんが、子・橋田壽賀子さんの35万円葬儀や散骨などについて語っていることについて、関係者から、何から何まで事実と違う、と、怒りの声が上がっているそうです。ピン子さんの話は、何から何まで事実と違います。なぜこんな出かせばかり言うのか、海への散骨自体、とんでもないとのことです。もし全部でたらめなら、 なんでこんなこと言うんでしょうね